八百六十年頃の写真。初代ラブレス伯爵ウィリアム・キング・ノエル。1八百五年二月二十一日八百九十三年十二月二十九日は、イギリスの貴族。最初期の女性プログラマーとされる映画ラブレスの夫。第七代、キング男爵ピーター・キングと、妻ヘスター。1八十四年十二月十七日八百七十三年十二月十七日。 初代フォーテス級伯爵、ヒューフォーテス級の娘の息子として、1805年2月21日に、グレート・ジョージストリートで生まれ、セーマーガレット教会で洗礼を受けた。イートンカレッジで教育を受けた後、1823年4月21日に、ケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学した。1833年6月4日に、父が死去すると、 キングダン爵位を継承した。1838年6月30日、連合王国貴族であるラブレス伯爵とサリー州におけるオッカムのオッカム、子爵に除された。爵位名にラブレスを選んだ理由は、妻がラブレス男爵家の末裔であるためだとされた。1840年7月17日から1893年12月29日に死去するまで、 サリー党官を務めた。1841年11月25日、王立教会フェローに選出された。1860年5月16日に、妻の母が死去すると、ビクトリア女王の認可状を受けて、妻の祖母の旧姓、ノエルを姓に加えた。これは、妻の母が、ノエル家のレスターシャーにおける辞書の継承者である、ためだった。1883年時点で、 サリーに1214エーカーの、レスターシャーに4568エーカーの、サマセットに3008エーカーの、ボリックシャーに663エーカーの、レボンに28エーカーの領地を所有した。1893年12月29日に死去、長男バイロンに先立たれたため次男、ラルフ・ゴードン・ノエルが借位を継承した。1835年7月8日、 エーダ・バイロンと結婚に難一常を設けた。1865年3月29日にジェーン・クロフォード・ジェンキンスと再婚一難を設けた。ありがとうございます。